ヘーフェルホーフは、ドイツ連邦共和国、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州北東部にあたる、デトモルト行政管区のパーダーボルン軍に属す、マチソンである。2012年3月14日から、ゼンネゲ・マインデという公式なソエナを用いている。ヘーフェルホーフは、ノルトライン・ベェスト・ファーレン州の北東部、オスト・ベェスト・ファーレン・リッペ中央部のパーダーボルン、軍北部に位置する。自然環境上、 この町はベストファーレンボン地東部の部分的地域環境である全ンに位置している。町域はほぼ平坦である。町域を流れる最も大きな川はエムス川で、その水源は北の町境に接するシュトゥケ圏ブロックに位置している。この他のこの町に水源を持つ、あるいは町内を流れる川はハウステンバッハ川、クノヒエンバッハ川、クロルバッハ川、 カステンバッハ川、シュバルツバッサーバッハ川、フルルバッハ川、ホルテバッハ川、ハラーバッハ川がある。ヘイフェルホーフの中核部は海抜109メートルにある。長域はグローサー・エームステラスに位置しており、その表層付近はバイヒゼル表記のつぶて、砂、シルトで形成されている。深層部はしばしば雪解け水によって堆積したザー,アーレ表記の コアシュットザンデや別件島根、あるいはホルシュタイン間表記末期の堆積物で構成されている。表層にはバイヒゼル表記、または5表記の包み、細かい砂、川床、砂丘、湿地が見られる。こうした表記に形成された地形の下には、中世代の粘土混じりの泥灰岩、石灰岩混じりの泥灰岩、泥灰岩混じりの石灰岩、石灰岩で構成された。 西に向かってわずかに傾斜した硬い岩層がある。その下には、古生代の集局した岩の層がある。地下水は、氷河期の荒い岩層に、かなりの量があり、エムステラスの溝にも多くの量が蓄えられている。最も浅い耐水層は荒い岩の層にある。この層と、白秋後期の岩層にある、第二の耐水層との間には、透過性の低い、中間層がある。第二の耐水層では、 水は北東から南西に向かって塩分濃度が高くなる。エムス川とその支流の堆積物に砂や一部の粒手が大量に存在しており、壁や重点用の砂としての利用に適している。ヘーフェルホーフの地熱分布図町内の土地は地下水の影響を受けた土壌と5から10メートルの高さがある高深夜の乾いたテラス状の砂地で形成されている。ここでは、 五氷期の川の堆積物による土壌と氷性粘土や、風で運ばれた砂で形成された土壌とが頻繁に入れ替わる。この入れ替わりが、風景に、わずかな起伏の正常を与えている。表層の60から100センチメートル下に、地下水が蓄えられている栄養に乏しい砂地の、ポドゾルイコールグレーの場所は、内部が固まっており、泥鉄鋼や高土層で形成された農業に適さない土地である。 農業利用は、この層を砕き、場合によっては、人工の森土を施して、排水を行って、初めて可能となる。表層の100から200センチメートル下に、地下水がある場所では、地下水との接触がなければ、ポドゾル化が進んだ、グレーイコールポドゾルあるいはポドゾルを形成している。こうした場所では、収穫量は少なく干ばつのリスクを負った工作が、行われる。 ヘーフェルホーフの超域は、地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については、中等度から極めて良好な状態にある。グローセラントゲマインデに分類されるヘーフェルホーフの面積は70.67平方キロメートルで、このうち19.72平方キロメートルが軍事演習場、3.34平方キロメートルが超有林である。 最も大きな割合を占めるのが農業用地及び森林で合わせて約78.4%を占める。南北軸の最大幅は約 9.8km、東西軸のそれは 13.2km である。ヘーフェルホーフは北西から時計回りにフェルル、シュロスホルテシュトゥーケンブロック、シュランエン、バートリップシュプリンゲ、パーダーボルン、デルブリュックと境を接している。 ヘーフェルホーフの町は歴史的経緯からヘーフェルホーフ、クラウスハイデ、シュタウミューレ、エスペルン、リーゲ、ヘーフェルリーゲ、ヘーフェルゼンネの各地区に分けられる。ヘーフェルホーフの東に位置するヘーフェルゼンネは17世紀中頃から列村として成立した集落であったが、ゼンネ軍事演習場の拡張に伴って1939年から徐々にそのほぼ全域が 演習場に編入された。1800年に建設された学校や1923年に建設されたヨーゼフス教会を含め135件の家屋と農場が編入された。17世紀のノイ・エンドルフこの街の名前は、少なくとも1000年にまで遡る同盟の古い、荘園に由来する。デルブリュック地方北東部のヘイフェルホーフに関する。 最初の文献記録は1446年に、なされた。それから約200年後の1645年に、ヘーフェルの最後の荘園管理人が子供を残さず、死亡した。これによりヘーフェル法府は領主である、パーダーボルン主教領主に変換された。1659年頃、クロルバフ派川沿いに、ノイエンドルフが建設された。1661年に、 荘園管理棟の近くにパーダーボルン主教領主の狩りの城が建設され、18世紀初めには城の堀の内側にヘイフェルホーフで最初の教会が建設された。この教会は1706年に完成した。その9年後にヘイフェルホーフカトリック教会が創設され、デルブリュックの洗礼者聖ヨハネ教会を母教会とした。1782年に 現在の教区教会の場所に大きな教会が建設された。1802年にパーダーボルン主教領主による支配が終焉し、デルブリュック地方はプロイ占領となった。その5年後、デルブリュック地方はジェローム・ボナパルトの支配下に置かれ、6つの自治体に分割された。ヘーフェル・ホーフは行政上の自治体として独立を保った。1820年代に、 ヘーフェルホーフでマラリアが流行し約800人の住民が犠牲となった。さらに1851年には基金と発信地スによってヘーフェルホーフと市通券ブロックの人口は大幅に減少した。1903年ヘーフェルホーフで火災が起きた。1957年に福音主義のヨハネス教会が建設され、建造された。 その2年後に自治体オステンラントの一部がこの町に合併した。1975年にアムトシュロスのイハウスが廃止され、ヘイフェルホーフはアムトに属さない自治体となった。これに伴ってそれまでのオステンラントの一部が合併した。1978年10月31日にフェルルを経由してギュータースロー北へ行くトイトブルガーバルト鉄道が完成した。 1982年に福音主義、ヨハネス教会組織は独立した。クラウスハイでは1807年の町の創設からヘイフェルホーフに属していた。1958年10月1日にアムトデルブリュックの自治体オストラントからクライス・ジートルング、ベントラーケ、アルテンブリンクがヘイフェルホーフに編入された。1975年1月1日の 自治体新設を定めたザウアーラント、パーダーボルンポーに基づき、アムトシュロスのイハウスが廃止され、ヘーフェルホーフは独自の行政機能を有するアムトに属さない自治体となった。また、オステンラントからエスペルン、クラウス・ハイダー・ジートルングが、ヘーフェルホーフに編入された。カトリックの聖ヨハネス・ネポムク教会、ヘーフェルホーフには、ヘーフェルリーゲのヘルツ・イエズス・ジョニー主催管区及び、 エスペルノ・ヘルツイエズス・ジョニー司祭官区を改組織と、するカトリックの聖ヨハネス・ネポムク教区教会組織と、ブレスラウアー通りのヨハネス教会を有する、福音主義のヨハネス教会組織が存在する。リーゲのカトリック教会は2013年に改修された。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが、ブラーケルの惑星に対する所属宗教団体の調査である。この調査によれば、 2006年、2007年の学期では、学生の19.1%が福音主義、62.8%がカトリック、3.5%がイスラム教に所属した。8.7%がその他の宗教を、6.0%が無宗教であった。1731年、ヘーフェルホーフで、自らと団員の平穏な死を願うトーデス・アングスト。 クリスティ兄弟団が結成された。以下の表にヘーフェルホーフの人口推移を示す。数値は各時点の長域における人口である。人口調査結果ヘーフェルホーフの町役場ヘーフェルホーフの町議会は2014年の選挙時点で34議席で構成されている。これに町長が議長として加わる。第二次世界大戦後の町長を列記する。ヘーフェルホーフは 1962年6月25日付のノルトベストファー練習内務省の文書によって、紋章及び紋章をデザインした印象を使用する権利を得た。紋章の図柄、緑地、銀の狩猟用ホルンの上部に銀の並帯、紋章長部は銀字に円まで伸びる赤い十字解説。ヘーフェルホーフの紋章には歴史的、地理的なシンボルがデザインされている。上部の十字は、 中世から1803年の世俗化までこの地の霊園領主であったパーダーボルン司教領主の司教従事を表している。波大はエムス川をはじめとする小川沿いにヘーフェルホーフが位置していることを示している。狩猟用ホルンは1661年に司教領主ディートリヒアドルフ・フォン・デッケによってヘーフェルホーフに狩りの城が建設されたことを意味している。 この城の場所は、カトリック教会組織が発足した場所であり、1807年に、ヘーフェルホーフが独立した町村に昇格した場所でも、ある。紋章の緑色は、森や、緑地の豊かさによる。印象、ヘーフェルホーフは、町の紋章と、ゲマインデハベルホフ KRS、パデボーンという名分の印象を用いている。さらに1971年9月16日付の、 デトモルト行政官区長官の文書により、旗の使用が許可されている。旗の図柄、長編沿いに、緑と白のストライプ。上部1、3に、町の紋章姉妹自治体の記念樹、平和の多く、毎年交互に、ペンテコステの相互訪問がなされている。また、近隣のアウグストドルフに駐屯している、第21装甲旅団。 第203戦車大隊と2007年8月16日から友好関係を結んでいる。さらにヘイフェルホーフは2008年5月31日からヨーロッパナポレオン都市連盟に加盟している。ヘイフェルホーフの郷土館リーゲ地区に村の学校博物館がある。この博物館は保護文化財に指定されている200年前の学校に入居している。屋根には 学校の金が残されており、校庭も保存されている。1200点以上の古い教科書や文具、教材が展示されている。1950年の塗装工事の際に24、過剰の道徳を表した19世紀のゴアルデネス ABC が発見された。アウル郷土センターは、郷土館と古い手工芸家の館からなっている。校舎は2005年にボランティアで設立された。 ここには様々な古い手工芸が展示されている。郷土館はヘーフェルホーフの典型的な建物である。ここにはパンや器用も設けられている。このため様々なイベントでパンが焼かれている。すべての施設が電話予約後に見学することができる。ヘーフェルホーフとヘーフェルリーゲでは教会合唱団が活動している。 コルピングファミリーヘーフェルホーフはコール・アラカルトを有している。ヘーフェル・ゼンネとエスペルンには男性合唱団がある。ヘーフェルホーフにはアコーディオン・オーケストラ、狩猟ホルーン・アンサンブル、吹奏楽団がある。ヘーフェル・リーゲ地区には吹奏楽団と射撃固敵隊がある。エムスラント・イエガーはエスペルンとシュタインホルストに会員を有する音楽団体である。ヘーフェルホーフの狩りの城。 ヘイフェルホーフにはフランスの姉妹自治体にちなんだベリエール公園がある。モースハイデやヘイフェルホーフの森の遊歩道は市民のレクリエーションに利用されている。ラムゼルホーフ周辺には小さな非公開の庭園がある。アーペルス対比ヘイフェルホーフには全部で5つの自然保護区がある。このうち3つは完全に町内に含まれているが他の2つは 町の境界をまたいで存在している。パーダーボルン群全霊生物学ステーションの施設である、全霊自然保護センターが、モースハイで自然保護地域を管理している。440ヘクタールの地域に、砂丘や乾燥した荒れ地が存在している。さらにここには、石灰室の砂地と、オークやカバの木の根光林がある。約285ヘクタールがヘーフェル豊富残りは、 シュロス・ホルテシュトゥーケンブロックに属している。ラムゼルブルーフは、ヘーフェルホーフの北西に位置する広さ約55ヘクタールの自然保護地域である。ここは、ゼンネ地域に典型的な森林で構成されている。その他にアレシッチ、砂丘、湿潤な草地がある。この地域は、オストベスト・ファーレン・リッペで最も古い自然、保護地域である。リクセルブルーフ自然保護地域は、 リンゲ地区の北、フルルバッハの定地のハンノキの湿った砂地の森からなっており、広さは約5.2ヘクタールである。アーペルス対比自然保護地域はザルバトール通りからアウトバーン A33 号線まで約40ヘクタールの広さがある。2.3ヘクタールの古い部分は全熱地方に典型的なハンノキの湿った砂地の森である、ハイデバイハート、 多くや白樺の林を有する砂丘とで構成されている。ここは300年ほど前から植えられた松に侵食される、以前の前年の特徴を示している。ヘーフェルホーフとデルブリュック・オステンラント地区との間に、主に湿った草地からなる広さ約122ヘクタールのエルトガルテンラウアービーゼン自然保護地域がある。種類の豊富な保護地域の一部はデルブリュック市内にまで及んでいる。 連邦射撃祭ヘーフェルホーフには住民にスポーツ活動を提供するクラブが20以上存在する。サッカー、ハンドボール、バレーボール、テニス、卓球といった古典的な球技のほかに、バドミントン、乗馬、充術などの格闘技、自転車、水泳、ドイツ人命救助協会支部、統合、リハビリテーションスポーツなどのクラブがある。HSG アウグストドルフ。 ヘーフェルホーフは、タスグ・アウグストドルフ及び HC ・ヘーフェルホーフのハンドボール部門が統合されたもので、現在はオーバーリーガベスト・ファーレンで活動している。このクラブチーム最大の成功は、2002、3年シーズンに、ブンデスリーが2部に昇格したことである。最も会員数の多いクラブが、2037人の会員を要するザンクト・フーベルトゥス射撃兄弟団、ヘーフェルホーフ EV である。 2009年9月にヘーフェルホーフの射撃兄弟団は連邦射撃祭を主催した。この時には約3万人の射撃手がヘーフェルホーフの中心街に訪れた。毎週木曜日の午前中にマルクト広場にあたる教会前のヘーフェルマルクットで州の市が開催される。4月の初め、エスペルン地区でエスペルナー防波連年が行われる。 4月30日と5月1日に、ヘイフェル・マルクトで、春、祭りが祝われる。6月末には、毎年、ザンクト・フーベルトゥス射撃兄弟団ヘイフェル・ホーフの、射撃祭が開催される。ザンクト・リボーリ兄弟射撃団ヘイフェル・リー・ギリー向けは、8月、初めに射撃祭を行っている。同じく8月には、パーダーボルン軍イコール全生物学ステーションが、ゼンネのハイデシュヌ・ケンシェー・フェライで、 ハイデブリューテンフェストを祝う。エスペルン住民クラブは9月にエスペルンの郷土、収穫祭を開催する。10月の第1週末にはヘイフェルホーフ交通協会が伝統的なヘイフェルマルクと住民祭を行う。12月にはヘイフェルホーフ中心街でクリスマスマーケットが開かれる。郷土の味としてヘイフェルホーファーゼンデビールが挙げられる。これは 街の飲食店で飲むことができ、地元の店で購入することができる。ゼンネビールは、デトモルトのブラウエライシュトラーテによって醸造されている。ヘイフェルホーフ駅鉄道、バスゼンネ鉄道には、ヘイフェルホーフ駅とヘイフェルリーネ駅がある。レギオナルバーン74ビーレフェルトシュロスホルテ、パーダーボルン線もこの路線を利用している。クラウスハイデにも駅があったが、現在は廃止されている。 オンバルディアのディーゼル車両タレントで運行している、ノルトベストバーンの旅客列車はこの街を通過する。1978年までは、ヘーフェルホーフ駅に1903年に完成した、トイトブルガー・バルト鉄道のイベンビューレン・ヘーフェルホーフ1000の旅客列車が発着していた。この路線は、ギュータースローからフェルルを呼び、カウニッツを経由して運行していた。 現在、キャップトレインドイッチュラントが所有している、この貨物路線のギュータースローをフェルル間に、旅客鉄道を再開させようという議論がなされているが、カウニッツ・ヘーフェルホーフへの延長についてはまだ、検討されていない。毎年12月の第1日曜日に、TWE のギュータースローからヘーフェルホーファー、ニコラウス・マルクトまで、保存鉄道として、トイ,イ・コール・エクスプレスという蒸気機関車が運行される。 道路旅客交通に関しては、パーダーボルン、ギュータースロー、シュトゥーケンブロック行きの地方バスが運行している。ヘーフェルホーファー・オルトブスが1997年から全ての地区を互いに結んでいる。この町内バスは、ヘーフェルホーフのスクールバスを引き継いだ。ヘーフェルホーフの町内バスは、数多くの小さな自治体にとってわずかな費用で、 公共交通機関による価値の高い基本サービスを生み出すためのモデルケースとなった。週末として休日前にはパーダーボルンからの夜行バスが運行される。すべての公共旅客交通にはパーダーボルンヘクスター近郊交通連盟の運賃が適用される。ただし、ビーレフェルト方面への境界を越えるものについてはデアゼクサー運賃や NRW 運賃が適用される。 道路アウトバーンへ33号線が町内を通っており、町のすぐ近くに2つのインターチェンジがある。航空路、パーダーボルン、ディップシュタット空港は約2 9トル離れたビューレンアーデンにある。自転車ヘーフェルホーフはエムス自転車道の起点である。さらに欧州自転車道、R1 号線と全ネ自転車道がこの町を通っている。 印刷媒体ヘイフェルホーフには2種のローカル日刊誌が刊行されている。一種はベストファーレンブラッドの地域版、ベストフェリシェス・フォルクスブラッド、もう一種が地域版も含むのいえベストフェリシェである。両種はビーレフェルトの編集局から一般記事を得ている。さらにパーダーボルン軍、ヘクスター軍向けに地方紙、文学、芸術を扱った。 ディーバルテが年に4回発行される。雑誌、ヘーフェルホーフ・アールントシャウが毎月刊行されている。出版社は、ヘーフェルホーフ交通協会である。隣町のフェルルとシュロス・ホルテシュトゥーケンブロックで刊行されている雑誌風の出版物は、ヘーフェルホーフでも入手可能である。ラジオとテレビヘーフェルホーフは、 西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオとローカルラジオ局として報道番組を放送しているラジオ方法シティフトの放送サービス地域に属しているヘーフェルホーフ消防団では80人以上の消防団員が活動している青年消防団は12歳から17歳の23人の団員で構成されているヘーフェルホーフ町は1972年から25 メートル水槽のある屋内プール、ゼンネバーと有している。ヘイフェルホーフのすべての基礎家庭学校の児童は、この屋内プールで、タツノオし後水泳マークを獲得している。このプールには、毎年のべ約5万3千人の水泳客が訪れる。ハウスデアユーゲントホット、ヘイフェルホーフという名称の調律児童、青年センターは、広さ約900平方メートルで、カフェ、 コンピュータースペース、幼児スペース、様々な遊具や、ローラースケート場、ミニサッカー場、グリル施設を持つ広い屋外施設がある。月曜日から土曜日まで、児童や青年たちは空き時間をここで過ごすことができる。この町は、1万9000点以上のメディアを有する、図書館を運営している。ヘーフェルホーフ刑務所は、1948年に、下海売れに、 少年刑務所として設立され、1993年に保護部門が拡張された。若い囚人は通常各悟を二人から三人収監されるが、独房も40以上ある。空間上分離された保護部門には31の房がある。パーダーボルン軍イコール全生物学ステーションはハイデシュヌケンシェーフェライの軍事演習場の境界に接している。ザルバトールコレイクは パーダーボルン広塚教区カリタス会の青年の家である。この施設は12歳以上の青少年のための保護、指導施設でヘーフェルホーフに本部を持つ。ヘーフェルホーフには5つの公立幼稚園とカトリック教会が運営する幼稚園が3園ある。さらに3校の基礎家庭学校あるが、このうちミューレン州レとキルヒ州レの2校はカトリックの宗派学校である。 クロルバフハシューレでは、本家庭学校の協定が行われている。本家庭学校に隣接して、フランツシュトック実家学校がある。ギムナジウムは隣接するフェルル、シュロス・ホルテシュテューケンブロック、リートベルク、デルブリュック、シュロスノイハウス、パーダーボルーンにある。ヘーフェルホーフは、2010年6月1日以降、ビューレン、デルブリュック、ザルツコ店、 バートビューネンベルク市民大学連合に属している。それ以前は、ヘーフェルホーフ住民教育活動会 EV による市民大学講座が開かれていた。住民教育活動会は引き続きこの町の文化活動を担っている。住民教育活動会には、定置ドイツ語、サークル、アコーディオンオーケストラ、青年吹奏楽団、文芸活動サークル、芸術サークル、 研究推進協会が参画している。2014年10月15日現在、この町には合わせて90人の教員と1381人の児童、生徒がいる。このうち667人が基礎家庭学校254人が本家庭学校448人が実家学校12人が養護学校の児童、生徒である。ヘーフェルホフの企業は 以下の産業分野が主である、機械製造、金属加工業、放送及び放送材料製造、合成樹脂、医薬及び栄養補助製品、照明器具、家具、コーヒーオートメーションシステム。またこれらに加えて、典型的な手工業者もある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。